こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では秋に着ると失敗しがちな NG アイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ最近はですね、かなり肌寒い日が続いていまして、秋服をですね着る男性もすごく増えたのかなというふうに思ってます。まあどうしてもですね、秋冬というとたくさんのバリエーションがあるので、まあその中でですね、結構見ているとこれは着ない方がいいのになというような NG アイテムを着ている男性も少なくないんですね。まあこういったものというのはですね、なかなか自分自身ではわからないものなので、今回はですね、具体的にこういったアイテムはなかなか難しいですよというところで、皆さんにですね、アイテムを5つご紹介しますので、それを参考にしながら皆さんのクローゼットを開けて、似たようなものがですねクローゼットの中にないかどうか、ぜひ皆さんですね見直すきっかけにしていただければなというふうに思っています。まあ、このあたりのですね NG アイテムというのも、一応ですね時代によってどういったものが OK で NG というものが少しずつ変化するものなので、昔から愛用していた服がですねいつの間何か NG アイテムになっていたということも少なくないかなと思うので、ぜひですね今回はクローゼットの中を見直しながら、今後の服選びのですね参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのですねアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、よかったらそちらの方もですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目の秋の NG アイテムから皆さんに解説したいなと思ってるんですが、こちらのイラストのようなですねチェックシャツですね。まあ、なぜかですね、秋から冬にかけて、このようなチェックシャツって大量に発生するわけですね。街で歩いている方を見ていても、こういったシャツを着ている方すごく多いですし、意外とですね、身近なユニクロでもこういったチェックシャツってたくさん売ってるんですね。まあそれだけ人気があって売れる商品ではあるのかなと思うんですが、どうしてもですね、僕ら世代が着てしまうとカジュアルに見えすぎてしまって、どうもですね、自分の今の年齢とマッチしないんですね。チェックシャツというのはかなり難易度が高いということを頭の片隅に置いていただければなと思ってます。ちなみにこれ結構全般にわたって言えることなんですが、今回ご紹介する NG アイテムというものは結構ですね、おしゃれ上級者になるとあえてそれを使う場合も少なくないんですね。まあ、このチェックシャツというのも結構おしゃれ上級者の方はあえてですね、こういった野暮ったさをうまく取り入れながらおしゃれを楽しんでるわけなんですが、まあ、ごくごく一般の男性がですね、こういったチェックシャツを着るとやっぱり野暮ったく見えてしまいますし、子供っぽく見えて今の年齢と合わないというギャップが生じてしまうので、まあ、まずこのようなチェックシャツ、まあ、特に秋冬だとですね、寝るシャツと呼ばれるようなものですね、こういったものは避けておいた方がいいかなと思います。もし皆さんが柄物を着たいのであれば、チェック柄よりも断然ストライプ柄ですね、こっちの方がシャープに見えますし、大人の男性にも着やすいので、もし柄物をどうしても着たい場合はストライプシャツの方を優先してもらうとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひこのあたりもですねチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて2つ目の NG 秋アイテムなんですが、これはですねパーカーですね。まあ、パーカーにもいろんな種類があるんですが、こちらのイラストのような基本的にジップアップタイプで、ちょっとですね柄が覗くようなものですね。これもですね子供っぽく見えたりだとか大人の男性の雰囲気に合わないので、 NG アイテムとしてぜひ頭の片隅に置いていただければなと思ってます。まあ、本来パーカーというとすごくカジュアル感が強いのであまり大人の男性が着なかったアイテムなんですが、ここ数年は割とですねパーカーだとかスウェットだとか、こういったカジュアルなアイテムも割と単色で素材の質感がいいもので、大人の男性でも着やすいものがすごく増えてるんですね。まあ、そういった意味でパーカーだとかスウェットは NG アイテムというわけではないんですが、ただですねこのイラストのような一つのデザインの中にいろんな柄が入ってたりだとか、子供っぽい要素があるようなもの、まあ、ワンポイントがあるものというのはかなり危険なので、パーカーを着るときにはこういったものは避けた方がいいかなというふうに思ってます。個人的にはジップアップタイプかプルオーバーと呼ばれるような被りのタイプだったら、後者のプルオーバータイプの方が今の旬には合ってるかなと思うので、
無地で単色、なおかつ色に関してはネイビーだとかダークグレーだとかブラックだとか、こういった色は濃いものを選んだ方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので、まあ、ちょっとしたチェック柄が覗くようなもの、なんとなくおしゃれに見えがちなんですが、そういったものを全般的にですね NG アイテムとして挙げられることが多いので、こういったものは避けておいた方がいいのかなと思うので、ぜひチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて3つ目のですね NG 秋アイテムなんですが、着丈の短いブルゾンですね。これはですね結構昔からあるようなアイテムで、割とですねおしゃれ上級者の方はあえてこういったものを着ることも少なくないんですね。結構昔からあるような老舗ブランドもこういったスイングトップみたいなものをですね出しているので、好きな方も少なくないかなと思うんですが、僕ら世代がこういったものを着てしまうと年齢とですねある意味でガチッとマッチしてしまって、すごいおじさんっぽさがですね満載になってしまうんですね。まあこのような昔からあるようなクラシカルなアウターというのは、あえて年齢が若いですね10代20代の男性が今っぽく着こなすのであれば、僕は十分ありなのかなと思うんですが、僕ら世代だとかもう少し上の40代50代の男性が着てしまうと、あまりに似合いすぎて本当におじさんの服に見えてしまうので、なかなか注意が必要かなというふうに思ってます。まあ、着丈の短いアウターというのは確かにですね秋口に便利ではあるんですが、もしもこういったものを着たいのであれば、今トレンド感のあるようなシャツアウター系のアイテムの方が明らかにですね使い勝手がいいかなと思います。着丈の長さが結構重要で、お尻が丸々見えてしまうような着丈の短いものはなかなか難しいので、せいぜいですねお尻がちゃんと隠れるぐらいの長さがあった方が僕はバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、最近だとシャツアウターと同列でカバーオールみたいなアイテムがですね結構たくさん出ていて、無地単色でネイビーグレーだとかブラック、かなりシックなものが多かったりするので、こういったものを選んだ方がまず間違いがないかなと思うので、着丈の短い本当におじさんっぽく見えがちなブルゾンは用意しておいた方がいいかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、まあボトムスですね。結構秋だとか冬になると街で履いてる方をよく見かけるのが、このイラストのようなチェック柄のパンツですね。これは難しいんですね。本当にね、パッと見おしゃれに見えるような感じもするんですが、どうしてもチェック柄というのはインパクトが強いので、そこにですね、視線が集中してしまって、あまりスタイルがよく見えないのと、どうしてもやぼったく見えがちなので、かなり上級者向けのアイテムかなというふうに思ってます。まあ先ほどもちょっと触れましたが、まあ今回ですね、挙げたような NG アイテムって、結構おしゃれ上級者の方は、あえて着てることも少なくないんですが、このおしゃれなのか、なんかダサいのか、このギリギリのラインを狙うというのはかなり上級者向けのテクニックなので、まあ、一般的な男性であればチェック側のパンツは避けておいてまず間違いがないかなと思ってます。特にチェックの柄が大きかったりするものはですねもう激ムズなので、僕は避けた方がいいかなと思います。もしですねちょっとした柄物が欲しいのであれば、細かい千鳥格子のものだとか、まあ、そういったものであれば遠目から見るとですねほとんど無地に見えるので、そういったもので少し動きを出してあげるのがいいかなと思うので、基本的にですねチェックの大きいものだとか多色使いのチェック側のパンツだとかは、もし持っていた場合もですね手放しておいて間違いがないのかなというふうに思ってます。個人的には柄がちっちゃいものか、もしくはもうシンプルにダークグレーだとかネイビーだとかブラックだとか、そういった無地系のパンツの方が圧倒的に合わせやすいかなと思いますし、ボトムスで遊ぶというよりは上半身のアイテムでバリエーションを出してあげた方が僕はコーディネートしやすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思ってます。はい、続いてラスト5点目はですね小物になるんですけども、秋から冬にですね季節が移行してくるときにマフラーってですね結構する男性が多いかなと思うんですね。まあ首元を温めることでだいぶですね体感温度が変わってくるので、まあ僕ら世代にも一つあると便利なアイテムかなと思うんですが、結構ですねこのマフラーの柄とか色使いで冒険してる方少なくないんですね。まあ例えばこちらのイラストのようなマルチストライプ柄のですねマフラーですね、様々な色が使われていて、まあ、パッと見はですねおしゃれな感じがするんですが、こういったものをするだけで着こなしがごちゃごちゃして見えるので、なかなか素敵には見えづらいかなというふうに思ってます。ですのでもしマフラーを選ぶのであれば、まあ、単色というところがまず合わせはしやすいんですが、それじゃちょっと退屈だよなと感じる気持ちもわからなくはないので、個人的にはですね
表と裏で色が違うようなバイカラーのですね、マフラーですね。こういったものを使っていただければ結構単調にもならずに、かといって派手すぎないので、すごくバランスが取りやすいかなというふうに思ってます。まあ、毎シーズン秋口ぐらいになると、セレクトショップでこういったバイカラーのですね、マフラーが売ってるので、そういったものを足してあげると、着こなしの中で程よいアクセントになるかなと思います。マルチボーダーぐらいになってしまうとかなり悪目立ちしてしまうので、そういったものではなくて、着こなしの中に馴染みながらも少しだけアクセントになるような、裏表でカラーが違ってくるような、バイカラーのマフラーですね。こういったものを優先していただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画では秋の NG アイテムを皆さんにですね、具体的に5つご紹介させていただきました。中にはですね、似たようなものあるなと感じた方いらっしゃるかなと思うんですが、そういう場合はですね、今回の動画を一つの参考にしながら新しいものに買い替えて、今の時代だとか今の年齢に合ったものにアップデートしていただければなというふうに思ってます。なかなかですね、自分自身のファッションって客観的に見ることができないので、僕も今までですね、こういったNG アイテムシリーズたくさん撮っていますので、ぜひですね、このあたりを見ながら、今の皆さんのファッションを見直しながらですね、アップデートをしていただければなというふうに思ってます。まあ、今回結構何度かお伝えしてるかなと思うんですが、これらのアイテムが絶対に NG というわけではないんですね。着方次第だとか使い方次第、そのジャンルの中でもどういったものを選ぶのかで、また見せ方は変えられるんですね。例えばチェックシャツがですね、NG という話をしましたが、その中でも今っぽいチェック柄もありますし、おしゃれなものも確かにあったりするんですね。ただそこら辺にトライをするのはおしゃれ中級者以降であって、おしゃれがあんまり得意じゃない段階ではそこまで必要がないかなと思うので、そのあたりはですね、頭の片隅に置きながら、少しずつでいいのでおしゃれの階段を上りながら着こなしの幅を広げていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。